皆さんこんにちは。大家好。今日は認証大師の中の大家と別人を一緒に勉強しましょうね。今天呢我们来学习代词里面人称代词的大家和别人。この前は我们、咱们、自己、人家を勉強しましたよね。はい。じゃあ今日はその残った大家と别人を勉強しましょう。大家指所指、指说话范围以内所有的人。大家、日本語の意味でみんな、みなさんの意味です。要するに話すの範囲以内のすべての人を指しています。うん。だ日本語のみんなと同じ意味で、大体同じの使い方です。例えば、ここの例で、大家好。みなさん、こんにちは。すべての人に挨拶しますね。はい。じゃあ、別人、他の人、他人。他人、指、所指人以外的人。指す人以外の人。言う人以外の人を指します。のことを指します。例えば、要学会理解别人。で、私はあなたに話をしてます。で、你要学会理解别人。他の他人のことを理解するのを勉強するはずです。という本です。ここの别人は、あなた以外の人は別人です。要するに、その話の聞きたい以外の人のことを言っています。はい、もう一つの例で、別人都走了、只有小王还在。どういう意味ですか？他の人みんな行きました。帰りました。行きました。ただ、王さんだけ残っています。はい、要するに、ここの別人指してるのは、王さん以外の人。王さん以外の人。私以外ではなく、あなた以外ではなく、王さん以外の人を言ってます。はい。これは、別人のことですね。はい。ここまで、認証大師は終わりましたね。で、ただ気をつけてほしいのは、人称代词做宾语时，如果动词带有数量补语，人称代词应位于数量补语之前。で、認証大師はもし目的語として使われるとき、その文の中で動詞は数量補語があるとき、その認証大師はその数量補語の前に置くこと。この点を気をつけてください。例えば、ここの例を見てください。彼に3回会いました。という文ですね。彼に3回会いました。3回会ったことがあります。この文で中国語でどういうふうに言いますか？結構会ったことあります。会いました。3回彼。で、彼は認証代詞ですね。人称代詞、彼。ここの動詞の中に数量補語。動詞は借。数量補語は3回ですね。3回会いました。3回っていう数量補語がある場合、認証代詞、彼はその数量補語の前に置くことです。数量補語の前に置くことです。なので、正しいのは、下の、見過他三次。これは、丸です。この文は、バツです。バツです。はい、わかりましたか？はい。以上は、大詞です。に、听懂了吗？